僕の知る限りこんなに上下で靴下まで履いてるのは僕だけです。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。佐々木蔵之介です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。最初のアイテムは実家の日本酒です。実家がですね、京都で造り酒をやっておりまして、本来ならば僕は継ぐつもりだったんですね。大学も農学部に出たんですけど、今こういう仕事をさせていただいてます。弟がついてます。家造り酒屋はいいなと。冬帰ると酒の香りがしてるんですよね。住居と蔵が一体となっているので、それでやっぱ冬場は賑やかで、蔵に行ったら絞りたてのお酒があるし、酒風呂も入れますしね。お酒を作ってこっちのタンクに移動する時のお酒のホースはあるんですけど、そのホースを洗うためにまあお湯を流すんですよね。そのお湯をそのまま浴槽に持ってくればお酒のお風呂になるので、お酒の香りのするお風呂をずっと入ってますね。やっぱ温まりますね。続いてのアイテムはこちら、酒器ですね。これはいただき物なんですけれども、マスなんだけどグラスで可愛いなと思って、日本酒に限らずもビールもウイスキーもいろいろ飲むんですけど、まあ缶ビールの時は缶直瓶とかもありますけど、グラスで飲むとまたさらに美味しくなるみたいな。飲んでみましょうか。毎日お酒は欠かさないですね。役者の先輩から薬は毎日飲むだろうと、お酒は百薬の長というだろうと、だから毎日飲まなきゃいけないんだって、それを実行しています。よし、頂戴いたします。仕事中に飲むお酒はまた格別ですね。朝シャンとかね、朝のシャンパンとかですね。起きていきなり飲むっていうのは、明るい時間に飲むっていうのはやっぱりいいですね。続いてのアイテムは着圧のインナーなんですね。舞台の時とか映像でものすごい走ったりアクションしたりするときにこれを必ず着ています。上も下もピタピタ。そしてこのソックスがですね、もう履いたら脱ぐのに苦労するぐらいピタピタなんですね。ちょっと旅っぽくなってるんですけど、でやっぱり膝を痛めるのでアクションとかすると、これやっぱり薄手がいいんですね。あんまり表にボコってならないように薄手を。僕の知る限りこんなに上下で靴下まで履いてるのは僕だけです。みんなそこまで着てないですね。いっぺん怪我してちょっと迷惑かけたことがあるので、できるだけそういうのはなくしたいと思って、例えば舞台だったら本番前に真っ黒なやつがこううろついとるわけで、何なんですかっていうのはよく言われますよね。みんな普通ジャージ着たりしてるんですけど、僕はもう本番前ずっとこの黒いので歩いてるので確かに自分でも奇妙だなと思いながら、お客様もまさか下にコロナを着てるとは思ってないでしょうけど、今笑してしまいましたけど、大体着てますね。次のアイテムはこちら、ルーマニアで買ったドラキュラの T シャツです。僕なんかすごいお土産買うのはよくわからないんですけど、各国行ってハードルカフェ割と行って買ってますね。ルーマニアのシビウ演劇祭っていう演劇祭に行きまして、ルーマニアって言えばやっぱなんかドラキュラなんですね。裏にこのコウモリ飛んでるのも可愛いなと思って、ルーマニアの演出家プルカレータさんっていう方 と、仕事をしたんですよ。とても大好きな演出家で、プルカレデさんの時の演出の時にルーマニアの T シャツを着てました。人間のこの欲望であるとか滑稽なところとか狡猾なところをですね、とても残酷に、そして同時に美しく儚く耽美に見せるっていう演出家で、本当に稽古時間が短くて、下手したら1時間もしなかったりするんですけど、翌日行ったらまたコロッと演出が変わるんですけど、でもその演出が本当に自分の思考した斜め上を言ってくるのでびっくりするんですよね。僕たちが稽古場でびっくりするのと同じように、劇場でお客さんたちはびっくりしていただいてると思うんですけど。続いてのアイテムは分外、こちらスーツケースです。20年ぐらい前に買ったんですかね。ルフトハンザのコラボのスーツケースなんですね。ルフトハンザの。いっぺんこれなくなったんですよね。今これ養生してるんですけど、ロストバゲージになって僕のやつだけは来なくて、翌日ちゃんと
多少ベコベコになって、これもなくなって剥がれてホテルの部屋に届きました。その後リモワさんとお仕事させていただいた時に、これなくなったんですよねって言ったら、ウフトハンザのこのシールをつけてくれた。それまでずっとこれ何もなかったんですよ。でこの間またその飛行機に乗る時に、前なくなった航空会社だったんで、ひょっとしたらそれこれまたなくなったら嫌やなと思ってちょっと用意してみました。バラナシに行った時に日の出を見たいと思って、ガンジス川の日の出を見たいと思って朝行って、え、じゃあここから歩いていきますっていうところ、僕は間違って違う方向に行ったんですよ。向こうに野犬がいるんですよね。嫌だなと思ったら、ある時一頭の犬がこっちに向かってきたら、わわわわって5、6頭が向かってきて、あっと思いながら逃げながら、その野犬と戦いながら行って、もうこれやばいなと思ったら、向こうの方で車がガシャンってライトをつけて着いたら、犬がはーってなってたから、助かったなと思って。でもインドはその後でも3回ぐらい行ってますから、でも旅は面白いですね。続いてのアイテムはお守り。こちらはあの島根県の美保神社、全国に3000以上あるそのエベスさんの総本宮。エベスさんが初めてこうお魚を釣ったみたいな、手串で釣ったみたいな、まあ逸話があって、釣りの発祥の地っていうふうにまあ言われている。たまたまその島根にロケ行った時に、今週末僕マダイ釣りに行くと思って購入しました。これを購入してマダイ釣りに行ったんですけど、車にこれ忘れてたんですね。まあ釣れたんですけど、まあ、2匹釣れたんですけど、次はもう忘れずに持ってったらもう15匹ぐらい釣れた、ね、これすごい効く。僕ねそのね、もうこれっていうかね、その時々旬の魚を釣って、別に大きい魚を釣りたいというわけでもないので、なんかその時出会って釣れたらいいんであって、めちゃくちゃ釣ってやろうという気はないことはないか、これを持ってるということは。続いてのアイテムは自作の茶碗です。映画で嘘800という映画がありまして、僕は陶芸家の役だったんですね。その時に作陶の稽古をやっていて、今までその稽古しかしてなかったんですけど、いっぺんまあ自分で本当に器を作ってみようと思って作りました。サスケという役なんですね。で僕蔵之介なんで、スケちゃんって言われていて、一応スケというふうに自分の作家の名前を入れてみました。嘘800、3作目終わった後に割とまだ感覚が残ってたので、トークショーをしたんですけど、その時にホテルに宿泊の方に、じゃあプレゼントでって言って、自作のお茶碗を50個近く作りました。思い通りにならないのもいいんですね。やっぱ作っていってやっても途中でもう修正はできない。うまくいったって焼いても割れることもあるし、この色だって思ってもその通りに色が出なかったりとかもあるし、でもそれはそれで味わいのあるものになっていくので、これも決して綺麗ではないんですけど、その時僕は作った器っていう。続いては風呂です。お風呂は好きですね。晩入って朝風呂も入ります。むしろ僕夜と朝やったら朝の方が重要かもしれないですね。5時出発の時でも、まあ、4時ぐらいに起きて入ってますね。一汗かくぐらいの時間は入ってます。血の巡りを良くして、気の巡りも良くしてみたいな、なんか自分の整理をしてる、思考の整理をしてると思いますね。お風呂の中でちょっとウォーミングアップとかちょっと準備して、何をどういうふうに今日一日過ごしていこうかっていうのを考えますね。ジムの会員なんですけど、お風呂にしか入ってないですね。とりあえずずっと入ってたいですね。できることなら。続いてのアイテムはこれ馬のピンバッジです。京都のデパートの初売りの時に買ったんですよね。普段僕こういうふうなものあんまり目にしないしですけど、これがすごく目について、馬とご縁があるっていうのか、広告代理店に勤めてたんですけど、会社の同僚で女の子で競走馬を育てたいからって言って会社を辞めた子がいて、会社の同期会やった時に僕その子気になってるんだよねって言ったら、一人だけが年賀状のやり取りをしてるって言って、彼女どこでって言ったら北海道って、本当にやってるんだと思って、一人で競走馬を育ててました。彼女はもう30年ぶりですね、会えたんですね。で、全然知らなかったよって、会社行く前に乗馬
してから会社行ってたとか、そんな夢を、実現して感動しました。じゃあ会社の同期でみんなで馬主になろうかみたいなね、そういうのもありかもしれないですよね。続いてのアイテムはアイマスクです。僕寝つきがあんまり良くないっていうのは、真っ暗にして寝たい、場合によってもう耳栓もして寝たいっていう、明かりとか物音で起きてしまうので、アイマスクはよく使ってますね。移動中もあんまり寝れないですね。新幹線移動とか寝ようとはしてるんですけど、寝れないなと思って、最近時計でどういうふうに寝てるのかっていうのが分かる。1日何回起きてるのっていうぐらいもう上起きてて、しっかりちゃんと夜寝るときにお風呂入って、そして出て体冷やして耳栓してアイマスクして環境さえ整えれば、時計見たらドーン、なんか最高いい感じで寝れてる。僕本当に寝れてないと思ってて、もう3時間4時間なんだかな実際寝てるのはと思ってたんですけど、これ時計見てみると意外に5、6時間7時間寝てたりするんですよね。寝てるじゃん。でも多分あんまりクオリティは良くないんだとは思うんですよね。だから質の良い睡眠を取りたいなと思ってますね。僕の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。自分で選んでみて快適でありたいなと思っているようなものを選んでいるなと改めて思いました。10エッセンシャルズ佐々木蔵之介でした。またお会いしましょう。